期待ですね、今年もね、一番活躍した選そう手、なん誰ですかってよ。10選手って言われたらね、長嶋さんなんでね、はい、ちょっと表情的にも若干冴えない感じではありますが、さあ、浜田選手が3、2、2ですね、2だ、はい。はい、浜田選手が。浜田ありさ選手、2号艇。次、寺田選手です。3、赤い玉を引きました。特に何か微妙な感じでしたね。そうですね。次、大滝選手です。5ですね。なかなかちょっともう1回ですか。なかなか苦笑い、ね、まあね、またって感じですよね。そうですよね。まだ1残ってます。渡辺選手、反対に3回回して 6か、いいですね。あ、4かな。あ、4ですね。これはあと1と6が残ってます。ちょっと運命の分かれ道になっちゃいますね。運命の分かれ道。森谷美穂選手って1号艇引く確率結構高いですよね。あ、そう言われると、あ、はい、パッと言いましたね。パッと1です。本当に引きましたね。森谷美穂選手、1号艇、1号艇。そして長嶋選手が最後の玉になります。ちょっとね、余っている緑色ですね。ちょっと、ね、もうなんかね、どうせっていう感じですからね、どうしてもね。出るまでやるんですよね、これ。はい。はい。パッと出てくれればね。パッと。いい、はい。出たら色が変わってるとかだったら嬉しいですよね。本当ですね。レインボーとかね。はい、そうです。そうですね。どこからでも行けますけどみたいなね。なりました。1号艇に森谷選手ですかね。はい、ご覧いただきましょう。1番目に引いて1枠引きたいですもんね。そうですね、いきなり1枠引きたいですもんね。そうですね、はい、さあ準備整いました。はい、終わりますね。逆回り、気持ち入ってますね。3回気持ち入ってます。こい、あ、5っぽい、ですね。はい、次は高田選手、昨日は自力で1号艇を、はい、きましたが、スパッと出ましたね。スパッと出たのが 3、ね、あ、まあ、高田戦的にはね、ありな色ではないでしょうか。そして遠藤選手、はい、2は2かな。2ですね。2ですね、はいはい、まだ1残ってま す, です、ね、はい、平山選手、こちらは丁寧、1デロ1デロって玉が似合いされてますからね。ああ、いや、1出ました。ピースしましたよ。まあ、よろしいでしょうね。ピースしました。そして田口選手、はい、さっと出れますかね。さっと、はい、うん、あ、6かな。6ですね。田口哲子選手、6号艇。はい、三浦恵里選手がそうなると4ということになりますね。というとこですかね。はい、はい、パッと見でもちょっと面白そうなね、メンバー組み合わせになりそうですね。ありそうですね。はい、 B 組の抽選も終了しました。ここは1号艇の平山選手、2号艇遠藤選手、3号艇高田光選手、4号艇三浦選手、5号艇川野選手、6号艇田口選手という組み合わせになりました。